よっ、ここでお前に会うとはな。今日は運がいい。どうだ、冒険は順調か。キャサリンさんのところへは依頼を受けに来たのか。またワクワクするような冒険を始めようとしてるんだな。俺はベネット、どこにでもいるモンドの冒険者さ。ああ、つい強引に話しかけてしまった。悪い悪い。お前のことは前々から気になってたから、あえて嬉しかったんだ。実を言うと少し緊張もしてる。もちろん神秘的な異教の旅人、風流の災いを治めた勇士、そして冒険団の団長、どの肩書きも羨ましいぜ。ああ、冒険者の間ではもう広まってるぜ、お前の冒険団が大陸のあちこちで活躍してるって。毎日何気ない依頼をこなしているように見えるが、大事件が起こると必ず現れるだろう。とにかく俺はお前が羨ましいんだ。だって主人公みたいじゃないか。それに俺は運が悪くて冴えないし、自分の冒険団だって。おっと、なんでもない。気になる人の前で何をメソメソしてんだ俺は。もっと有意義なことを話さないと。あのさ、もしよかったらだけど、後で冒険に行くんだったら俺もついていっていいか。横で見てるだけにしとくから。お前は知らないかもしれないけど、俺ってすごく運が悪いんだ。一緒に冒険したら悪い運がお前にまで影響して冒険を台無しにしちまう。お前に迷惑はかけたくない。だから横で見てるだけでいい。それだけでいいんだ。え、他のこと？ああ、そうだな、一緒に話すことができるだけで十分だし、冒険はまあいいか。じゃあ何をするか。普段の俺は冒険以外だと親父たちの世話をしてるだけだから、何をしたらいいか全く思いつかないな。頼む、お前とだったら何やっても楽しそうだしな。あー、でも俺って運が悪いから楽しくないことも起こるかもしれないけど。よかった、やっぱりやめるとか言われるんじゃないかと心配したぜ。で、どこに行くんだ。おお、それもいいな。ちょうど冒険に必要な物資を買わないといけなかったんだ。ああ悪い、また自分の冒険のことばかり。本当か。そうだよな、お前も立派な冒険者だもんな。じゃあ最初は記念品ショップに行こうぜ。栄光の風はモンド育ちの俺にとって馴染み深くて、店の名前も気に入ってるんだ。よし、早速行こうぜ。マージョリーさん。あら、ベネット、お久しぶりですね。また私が聞いたことない場所へと冒険に出ているのかと思ってました。違うよ、ただ外で厄介なことにあって何日か帰ってこれなかっただけだ。あなたらしいですね。それで今日は何を買いに。おい、友達と一緒に来たんだけど、この前予約したものがどうなったのか気になって。ヘルマン特製冒険地図のことですね。そう、大冒険者ヘルマンが直々に書き、様々な冒険の場所を記した冒険地図。その手には入ったのですが、運ばれる途中で荷車が水の中に落ちてしまって、他の商品は無事だったのですが、あの冒険地図は墨で描かれていたので水でにじんでしまい。そんな、なんてことだ。
もうすぐ手に入ると思ってずっと期待してたのに。じゃあ錬金学者のゴーグルはあるか？錬金術師用の新しいゴーグルがあるって聞いたんだ。ずっと新しいのに変えたいと思ってたんだよ。かけるだけで元素を見分けられて、些細な元素痕跡も捉えることができるらしい。あなたの言うその錬金学者のゴーグルはただの噂なんです。錬金学者のティマイオスさんとそのことについて話したのですが、そんな便利なものは存在しないみたいですよ。え、そんな、結局こうなるのか。んじゃあスライムのゲル手袋はさすがにあるだろう。他の冒険者が使ってるのを見たぜ。どんな天気でも岩壁をしっかりつかめて登れる滑らない手袋あるにはあるのですが、ちょうど昨日売り切れました。人気商品ですので。大丈夫、買いたいものが買えなかっただけじゃないか。別にいつものことさ。そうお前まで落ち込むなって。次は鹿狩りに行かないか？もちろん俺のおごりで。たくさん話してお腹も空いただろう。ほら行こうぜ。見てらっしゃい。見たことのないものがあるよ。サラさん、こんにちは。二人分の席は空いてるか？ごめんなさい、今日はお二人への対応はできないかもしれません。え、そんな、誰もいないように見えるけど。その、ちょうどお二人が来る少し前に予約が入りまして、ゲーテホテルにいるスネージナヤの使節団が料理を出してほしいそうなんです。ですので席は空いていますが、厨房は今大忙しで。本当に無茶な注文です。しかしあんなにお代をいただいては。そうだな、飯を食うだけなのにこんなことになるなんて。まあ仕方ないか。じゃあ次はモンドショップに行ってみよう。日常で使える冒険物資が買えるんだ。どうだ、興味あるだろ。行こうぜ。あれ、おかしいな、ブランシュさんがいないなんて珍しい。冒険者協会に告知板に何か書いてないか見てみようぜ。おい、嘘だろ、割引サービスだって。でもこんな幸運なことに出くわすなんて。こんなに運が良かったのは初めてだ。お前が一緒にいてくれたおかげだよな。運がいい人といるとやっぱり違うぜ。でもこんなにいいことがあってもブランシュさんがいなきゃ意味ないよな。少しここで待ってみるか。ブランシュさんが帰ってきたらとことん買ってやろう。めったにないチャンスだからな。ましてや俺みたいなやつにとっては。ブランシュさん遅いな。何か急ぎの用事でもあるのかな。ブランシュさんがいないのなんてあまり見たことないけど。辛抱も冒険者にとっては必要不可欠な要素だ。焦らない焦らない。もしかしてブランシュさんに何かあったんじゃないか。心配だ。セールも大事だけどブランシュさんの安全の方がもっと大事だ。あまりにも遅いから不吉なことを考えてしまったな。落ち着け。俺が言うのもなんだけど諦めるしかないのか。ブランシュさん多分しばらく帰ってこないよな。やっぱり自分の運を過大評価しすぎてたみたいだ。
そうだよな、そんなに悲しむ必要はないよな。あら、お二人さん、もしかして私を待ってたんですか？ブランシュさん、やっと帰ってきた。ずっと待ってたよ。だいぶ遅いから心配したぜ。何かあったのか？いえ、ただ家のことで少し。お気遣いありがとうございます。でも、どうしてここで私を？本日は天休日だっていうお知らせを貼っていたと思うのですが。天休日だって？いやいや、そんなの貼られてなかったぞ。それに今日はセールじゃないのか？だからずっと待ってたんだけど。ちょっと見てみますね。おかしいですね。天休日の告知を誰かに剥がされてしまったんでしょうか。それか風に飛ばされてしまったのかもしれません。あなたたちが見たセールは昨日のものなんです。ごめんなさいね。え？ありがとう。大丈夫、分かってたことだから。本当にすまない。今日一日お前の時間を無駄にした。何をやってもやっぱり不運な体質からは逃げられないんだな。はあ、もう時間も遅いし、これ以上俺と一緒にいても何もできないだろう。今日はここで別れよう。今度また。ああ、もちろんお前が嫌じゃなかったらだけど。